まず特集です。アメリカと中国が安全保障と経済の課題について話し合う米中戦略経済対話、日本時間の午後10時、まさに今ワシントンで始まります。この対話、急速に台頭する中国と意思疎通を図る機会を確保するためアメリカが呼びかけて始まったものです。オバマ政権になってから今回で7回目となります。こちら、対話の席に着くのはそうそうたるメンバーです。ケリー、ルー、ヨウケツチ、オウヨウ、米中両国の外交と経済を担当する閣僚たちです。今回はどんな議論が交わされるんでしょうか。ワシントンにはアメリカ側を取材している田中記者、そして中国を取材している高木記者、2人の特派員です。まず田中さんに聞きます。田中さん、このところ米中これ真っ向からぶつかり合ってる印象なんですけれども、今年の戦略対話、何が焦点になるんでしょうか。はい、そうですね、今回の焦点は、南シナ海で中国が浅瀬を埋め立て滑走路などを建設している問題やサイバーセキュリティなどです。今回の対話はこうした問題が原因で米中関係が緊張し両国が不信を募らせる中で行われます。政府のコンピューターシステムが不正な侵入を受け、およそ400万人分の個人情報が流出したとみられる事件では、中国が関与しているとアメリカで盛んに報じられ、中国に対するマイナスのイメージが広がっています。台湾前にアメリカ政府高官は、軍事的な対決を避ける決意は揺るぎないと述べ、中国側にメッセージを送っているんです。アメリカは一つの対立点が中国との関係全体を損ね、軍事的な衝突につながらないよう関係の構築を続けようとしています。その動きを取材しました。シンガポールで先月開かれたアジアの安全保障について話し合う会議。アメリカは中国が南シナ海で続ける浅瀬の埋め立てを批判。中国代表と激しい応酬を交わしました。We continue to fly and sail and operate in the South China Sea peacefully and lawfully. 激しく対立するアメリカと中国。その一方で軍事交流の動きを着々と進めています。今月、ワシントン近郊の国防総省で中国軍の制服組のトップを歓迎するカーター国防長官の姿がありました。韓潮流中央軍事委員会副主席。中国軍の制服組トップの訪米は実に6年ぶり。カーター長官の招待で各地のアメリカ軍の施設を訪問しました。カリフォルニアの基地では第三艦隊の司令官に迎えられ、空母ロナルド・レーガンも視察。韓副主席と相次いで会談したアメリカ政府高官は、南シナ海での中国の活動に懸念を伝える一方、両国の軍同士の協力促進に力を入れていく方針を強調しました。国防大学では陸軍同士の対話を強化し、災害時の救援活動などで協力を進めていくことを盛り込んだ文書にも署名しました。硬軟織り交ぜて中国と接するアメリカ。今後の展開はどうなるのか。
半世紀以上にわたって米中関係を見てきた人物に話を聞きました。ニューヨーク大学のジェローム・コーヘン教授、84歳。1972年、ニクソン大統領訪中と同じ年に中国を訪問して、周恩来首相と面会。今から3年前には、中国の人権弾圧を訴え、出国を余儀なくされた人権活動家、陳光生氏のアメリカへの受け入れに力を尽くしました。対中政策について積極的な発言を続けるコーヘン教授。中国がこれ以上緊張を高める可能性は低いと見ています。I emphasized in the beginning the internal situation in China is very tense. China is facing many difficulties. The leadership has many challenges. I don't think they're prepared to take on serious military operations and risk in the South China Sea.They know if they, for example, get in a fight with the United States and they're humiliated, communist government could be rocked out of power. And I don't think they want to take on that risk. アメリカは中国との間で協力できる分野を広げることが対立を和らげ危機の回避につながるとして戦略経済対話をその機会にしようとしています。はい、まあ、南シナ海の埋め立てをめぐって米中双方言うことは言う一方で、まあ、いたずらに対立を深刻化させないようにと、まあ、取り組む姿勢も見えました。ここからは中国の取材をしている高木記者に話を聞きます。高木さん、中国は南シナ海の問題が大きな対立点、真っ向からこうぶつかり合う中でアメリカとどう向き合おうとしているんでしょうか。はい、リポートで見たアメリカと同じように中国も対立が先鋭化する事態は避けたい考えです。先週突然南沙諸島での埋め立てを近く完了すると発表したのも今回の対話の雰囲気を和らげたいという狙いがありました。その一方で中国政府は埋め立て工事の後も滑走路や施設の建設は続ける構えで南沙諸島の実効支配をより強固なものにしたいという姿勢は変えていません。その背景には世界経済を牽引している中国との決定的な対立はアメリカも望んでいないはずだという計算があります。南シナ海で米中が衝突する可能性について中国政府系の研究機関の専門家は次のように言い切りました。这种可能性是不存在的，因为对于中美两国来说的话，都希望南海保持和平，而且中美之间的话有很多的对话平台，包括一些高层的对话平台。はい、高木さん、米中戦略経済対話では経済の問題も議論されますが、中国としては南シナ海以外の議題にはどう臨むつもりなんでしょうか。中国は今回の対話で自らが提唱する AIIB や人民元の国際化への協力を求める考えです。このうち AIIB については世界銀行などアメリカが指導力を発揮してきた既存の枠組みを打ち壊すものではなく、中国としてはそれを補完するものだと強調するものとみられます。その上で習近平国家主席の今年9月の訪米を成功させるべく、地球温暖化やテロ対策など協力を図りやすい分野での連携を強め、中国が言う新しい形の大国関係を世界に向けてアピールしたい考えです。当面の米中関係について中国の専門家は次のように展望します。因为要安排习主席九月份的访问美国和有这个中美首脑会晤，所以在首脑会晤之前应该双方的政策呢会相对克制，能够是关系呢有些摩擦呢还会比较稳定。
はい、もう一度田中記者に聞きたいと思います。田中さん、アメリカはその中国に対してこの経済問題ではどんなことを要求して、どんな成果を上げたいと期待しているんでしょうか。はい、米中両国は貿易総額で見ますと日米間のおよそ3倍に上り、経済的な相互依存を一段と強めています。アメリカは今回の対話で通貨人民元の制度の一層の自由化や中国国内で活動するアメリカ企業が中国政府の規制によって不利な待遇を受けないよう透明性のある政策を働きかけていく方針です。米中関係に長年携わってきましたアメリカの関係者は中国との関係について同時にいくつもの弾を空中に次々と投げては受ける曲芸師に例え、同時にいくつもの懸案を処理する技が必要だと話していました。そのためには人脈の構築や組織間の連携が必要で、アメリカは2日間の対話を通して米中関係を安定させる仕組み作りに力を入れようとしています。はい、ここまで米中戦略経済対話についてワシントンの田中記者、高木記者とともにお伝えしました。